はもう戦いに参戦。オーライ。おっちゃんのサポートがあれば有利に戦える。なら俺はおっちゃんの力を借りるのも一つの手だけど、ここは俺一人の力でやりたい。 B のおっちゃんには悪いけど、ここは俺一人にやらせてくれ。あえて進むか、修羅の道だけど、ナルトの力も全くの未知。 OK、 その可能性を信じて手出しはなし。やるのはアドバイスの派なしだけ。サンキューだってばよ。 OK、 お前の気概を汲み取る。俺様ナイスガイ。行ってこい。戦闘開始。いいか、やるべきことはそう難しくはない。バカ野郎、この戦いはキュービのチャクラを奪うが目的。けど今のキュービは元気で難敵。まずは奴の体力を削るのが優先。でないと、わしの力をコントロールするのは土台無理な話。わしからすると貴様は小さな存在である。すげえなキュービー。押されんじゃねえバカ野郎。この野郎、貴様の中の憎しみをもう一度呼び起こしてやる。することなどできん。お前はわしの憎しみの小さな一部に過ぎ。
俺はやっぱり これは あなたはここにいていいのよ。ナルト。なんだ?どうしてこんなとこに人が、それに、なんで俺の名前を知ってる?そっか。そうよね。じゃあ、私が誰か当ててみて、ナルト。まさか。もうわかった?お前、キュービの正体だな!なんという野蛮な笑い!女に化けて俺を騙すつもりだったな、キュービの!違うってまで!言ってー!あ、ツーハツク。いきなりとついちゃった。ったく、何なんだってば。てばね。生まれつきせっかちで早口だから、つい変な口癖がついちゃって。出ないようにはしてたんだけど、興奮するとついね。あなたは大丈夫だった?私みたいに変な口癖が出てなきゃいいけど。じゃあ。ミナと、何も言わなかったのね。もう、まったく。そう。私はあなたの。ずっと、会いたかったってばよ。かっちゃん。てばよ、か。やっぱり、私の子供ね。わしをここまで縛りつけるこの忌々しきチャクラ、屈しな。母ちゃん。ん?なんでもないってばよ。ナルト、お父さん、ミナトにはもう会った？父ちゃん?父ちゃんなら、前に出てきて、キュービの暴走を抑えてくれたってばよ。あの時も、すげえびっくりしたっけ。そう。そういや、母ちゃんはなんで?ミナトは、あなたがキュービの力をコントロールする時のために、私のチャクラを封印の式へ組み込ませていたの。ナルトの力になれるようにって。そうだったのか。何さっきから私の顔に何かついてる？で、そういうんじゃなくて、母ちゃんが美人な人でよかったなって。あら、そりゃどうも。髪は父親似だけど、顔は私に似ちゃってごめんなさいね、ナルト。なんで？美人の母ちゃんになら俺ってば美男子ってことだろ？それに、母ちゃんの髪だって綺麗な赤でストレートだし、そっちも似たかったってばよ。私の赤い髪を褒めてくれた男は、これで二人目ね。そうなの?じゃあ一人目は?もちろん、あなたのお父さんよ。はあ?そういうこと?何が?あのさ、これ絶対に母ちゃんに会ったら聞こうと思ってたんだけどさ。父ちゃんとの馴れ初めっていうやつは何だったの?
なんか恥ずかしいってばね。あ、てばねって言った。興奮してる。こういう時は動揺って言うんだってばね。また言った。私と湊斗が初めて出会ったのはまだ二人が幼かった時。私は田里から引っ越してきた身でね、アカデミーに転入してきたのよ。その時に私と湊斗は一緒のクラスになった。私から見た湊斗の第一印象は女男みたいで頼りなさそうでね。里のみんなに認められるほかげになりたいって夢を語ってたけど、私には冗談に聞こえたっけ。なんで？父ちゃんってばすっげー強そうなのに。そうね。けど私はまだ若くて何も分かってなくて、湊斗を見くびってた。ある事件が起こるまではね。ある事件？私は自分の赤い髪が大嫌いだった。けどその事件以来、私はこの髪が好きになったの。何があったんだってばよ。私には少し特別なチャクラがあってね。それを狙って雲隠れの里が私をさらったことがあったの。母ちゃんがさらわれた？突然のことで大した抵抗もできず、私は彼らに捕まり雲隠れへと連行された。その時連れ去られていく中で、私は敵の足取りを残すためとっさにこの赤い髪を切って道に落としていったの。敵に気づかれないようにね。木の葉はすぐに捜索隊を組んでくれたけど、それでもなかなか見つけられなかった。私は国境の間際まで連れて行かれてもうダメだと思った。でもその時、そこだ！そう、湊斗が唯一駆けつけて私を助けてくれたの。ただ一人私の赤い髪に気づいてくれた。綺麗な髪だからすぐに気づいたって言ってくれた。その時の湊斗はとても立派な忍者に見えた。夢を叶える人だと思わせてくれた。私を変えてくれる人だと思った。この大嫌いだったただの赤い髪は、私の中で運命の人を連れてきてくれた。運命の赤い糸になってくれた。それ以来、自分の髪を好きになった。そして何より、湊斗を大好きになった。私の髪を褒めてくれた男にだけ、私から送る大切な言葉があるの。受け取ってくれる？え？ナルト、あなたを愛してる。愛してる。なんだろう。安心する。それにすっげえ嬉しい。こいつ、力があふれる。今なら行ける。この勝負、俺が勝つ。戦闘開始。おかしいガキが。落ち着いて、キュウリの動きをしっかり見れば勝機は見える。おう。
ここは私に任せるってばね。貴様はわしには勝てぬ。ナルト、大丈夫？さすがに強えってばよ。来るわよ。もらった！よし！この力は。